はい、どうも皆さんこんにちは、ベイさんです。今回はアイテムを投げると開く絶対バレない机型隠し扉の作り方を紹介したいと思います。このチャンネルではレッドストーン回路の動画をたくさん投稿していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。また高評価とコメントをしてくれるとすごく嬉しいです。はい、でね、今回作る回路はこんな感じでね、アイテムを投げるとこんな感じで下に下がることのできる机型のね、隠し扉となっています。でね、もちろんこんな感じで、下からね、上にジャンプ台で上がることもできます。またね、もちろん下からね、このように開閉することもできるので、まあね、これが閉じていたとしても、しっかり上にね、上がることができます。でね、この回路こんな感じでね、見た目が机っぽいっていうのもあると思うんですけど、こんな感じでね、アイテムを投げると開くので、まあね、開け方がね、ほとんど絶対バレないと思います。またね、この回路かなり複雑そうな動きをするんですけど、まあ、実はね、かなり簡単で、初心者でも作りやすいです。ですので、最後までぜひご覧ください。それでは、早速作り方を紹介していきたいと思います。はい、それでは早速回路を作っていきます。今回作る回路は、こんな感じで横幅が6マス。で、奥行きが4ブロック。で、ここがね、地面の高さだとして、地面の高さから5ブロック分のね、穴が必要になるので、こんくらいのね、スペースを用意してください。はい、でね、この深さ、きちんとね、地面から5ブロック分あるか確認してください。はい、それではまず、このね、椅子とテーブルの位置を決めます。はい、で、椅子の位置はこうですね、この一番左端から1、2、3、4ブロック目のところですね。ここに、このように設置してください。こんな感じです。はい、で、そうしたら、こことね、向かい合うように、反対側にもね、このように椅子をつけてあげてください。こちら側の椅子はね、ただの装飾なので、別にね、大した役割は持っていません。はい。で、そうしたら次は机の位置を決めます。では、まず、ここにね、仮ブロックを設置して、ここですね、ここにこんな感じで、普通のね、ピストンを設置してあげてください。で、このピストンがこんな感じでね、オンになっていることで、このように見た目がね、机のようになります。はい。それではね、回路を組んでいきましょう。では、まず、ここですね、ここにこのように、チェストを設置します。チェストの位置に注意してください。で、このチェストに向かってホッパーを一つ。で、このホッパーに向かってもう一つね、ホッパーを下向きにね、設置してください。そうすることで、このようにアイテム投げると、このね、チェストの中に移動するようになります。はい。で、そうしたら今度はですね、こうですね。このホッパーとチェストの下にこちら向きにね、オブザーバーを二つ設置します。で、このね、ホッパーの横にこのように仮ブロックを設置していただいて、この仮ブロックを見るように、このようにね、横向きでオブザーバーを設置します。オブザーバーのね、顔の向きに注意してください。はい、で、そうしたら、このオブザーバーの上に、このね、ホッパーのね、アイテムが通ったことを認識するためのコンパレーターを設置します。で、コンパレーターの先には、このように普通のブロックを設置。で、この普通のブロックのね、横、ここですね、こちら向きに粘着ピストンを設置します。で、粘着ピストンの先には、このように上向きでね、オブザーバーを設置してください。オブザーバーのね、顔の向きに注意してください。はい。で、そうしたら、このオブザーバーのね、1ブロック下、斜め後ろにこのようにブロックを設置。で、このブロックの側面にこちら向きでね、レッドストーントーチを設置します。で、レッドストーントーチを設置できたら、ここにね、このように仮ブロックを設置していただいて、この仮ブロックの向かってホッパーを設置。で、仮ブロックを壊して、先ほど仮ブロックがあった位置に、このようにね、ホッパーをもう一つ向かい合うように設置します。はい。で、そうしたら、このホッパーの上には、このように、レッドストーンパウダーを設置してください。はい。で、次はですね、ここですね、このホッパーの斜め下に、このようにブロックを設置。で、このブロックの上には、コンパレーターを設置します。このコンパレーターは、このホッパーの中にアイテムが何が入っているかを確認するためのホッパーです。で、このコンパレーターの後ろには、ブロック。で、このね、斜め下に、このように、もう2つブロックを設置します。はい。で、ブロックを設置できたら、ここですね、ここには、普通のレッドストーンパウダー。で、その先にリピーターを設置します。で、リピーターを設置できたら、このね、リピーターの先にブロックを設置して、その先にレッドストーントーチを設置します。で、レッドストーントーチの上と、その横にね、このようにブロックを設置していただいて、ブロックはもう1ブロックね、さらに伸ばします。で、このブロック2つの上にレッドストーンパウダーを設置してあげてください。はい。で、そうしたらこのままではね、回路が作りにくいので、このコンパレーターが調べているホッパーの中に、アイテムをね、適当に1つ入れてあげてください。そうするとね、このレッドストーンパウダーがオフになると思います。はい。で、ここまで作ることができたら、このように内側に回ってきていただいて、ここですね、ここにこのように2つね、粘着ピストンを設置します。で、粘着ピストン、下の粘着ピストンの横に、このように上向きでね、さらにもう一つ粘着ピストンを設置してください。
はい。で、そうしたらですね、このレッドストーントーチがついているブロックの横に、このようにもう一つブロックを設置していただいて、このブロックの上にリピーターをね、こちら向きに設置します。リピーターのチェーンは1回クリックして2にしておいてください。はい。で、そうしたらこちら側にやってきて、リピーターの先と、その斜め上にこのようにブロックを設置。で、ブロックを設置できたら、このブロックのね、側面にこのようにね、ジグザグになるように、レッドストーントーチを設置します。で、このレッドストーントーチの上には、このようにね、ブロックを設置してあげてください。はい、で、そうしたらですね、このオンになっているレッドストーントーチを見るように、オブザーバーを設置。で、このオブザーバーをさらに見るように、もう一つね、オブザーバーを設置します。で、オブザーバーの後ろには、このようにね、ドロッパーを設置してください。はい、で、こちら側にやってきます。で、ここにね、オブザーバーがあると思うので、その後ろにブロック。で、ブロックの上にはレッドストーンパウダーを設置してください。はい、これでね、回路は完成したはずです。こんな感じでね、アイテムを投げてみて、まずこんな感じでね、机ができるか確認してください。で、もう一回投げてみます。こんな感じですね。このように投げてみて、しっかりね、扉が開くか確認してください。はい、こうやってね、うまく動かなかった場合は、この動画をもう一度よく見直してみてください。それでもうまくできなかった場合はコメント欄で質問お願いします。はい。それではね、回路をね、装飾しつつ隠していきます。ではまずね、こんな感じで地面を作っていってください。で、そうしたら下側に回ってきます。で、こんな感じのね、隙間をこんな感じでうまい感じにね、塞いでいってあげてください。このね、塞ぐところ、余計なところにね、置きすぎてしまうと回路がね、途切れてしまったりする可能性もあるので、まあね、慎重に隠していってください。はい。で、このように下側にやってきたら、次はスライムジャンプ台を作ります。これはね、スライムジャンプ台はね、お好みで作ってください。まあね、スライムジャンプ台で下からね、上に行きたいよっていう人は、これをね、参考に作ってみてください。はい。ではまずね、ここをね、十字型に掘ります。ここですね。この十字の中心は、この穴の先になっているか確認してください。で、この十字の先を、ここをね、壊していただいて、粘着ピストンに変えます。でね、粘着ピストンの先には、こんな感じでスライムブロックを設置してください。で、こことここには黒曜石を設置します。はい。で、このね、こちら側は壁を塞がずに、このようにね、黒曜石で壁をね、作ってあげてください。はい。で、他のところもね、この周りも壁を立ててあげます。で、ボタンはこことここにね、設置します。はい。で、こちら側のボタンは、このスライムジャンプ台を動かす用のボタンになるので、このように裏側に回ってきてください。でね、一旦このね、ボタンついているブロックがわかりやすいように、ブロックをね、変えておきます。で、そうするとね、ここにブロックが出てきたので、ここのね、下を壊していただいて、ここのね、上にレッドストーンパウダーを設置します。はい、それでは試してみましょう。こんな感じでボタンを押して、しっかりスライムジャンプ台が動けば OK です。はい、しっかり動きますね。はい、で、そうしたらボタンをね、元に戻しておきましょう。はい、で、次はこちらですね。こちらは、このね、隠し扉をね、オンオフするための扉です。でね、なぜこのボタンが必要かというと、こんな感じでね、机がね、閉じてしまっているときに、このように下側にいるとき、このままだとね、上に上がれないんですね。なので、このボタンを使って、きちんとね、この机を開け閉めできるようにする必要があります。はい、それでは、まあね、先ほどと同じように、このね、ついているブロックを分かりやすいように変更しておきます。はい、で、そうしたら裏側に回っていきましょう。はい、ここがね、ボタンがついているブロックですね。はい、で、そうしたらこのボタンから1,2,3と、レッドストーンパウダーを設置します。で、レッドストーンパウダーを設置できたら、このレッドストーンパウダーの先にブロック。で、ブロックの先にこのようにレッドストーントーチを設置します。で、レッドストーントーチの上にはこのように普通のブロック。で、このブロックの上にレッドストーントーチをね、もう一つ設置します。で、レッドストーントーチの上と横にこのようにね、ブロックを設置していただいて、で、この粘着ピストンの横にもブロックを設置します。はい、で、そうしたら、ここですね。この凹んでいる場所に、レッドストーンパウダーを設置してあげてください。はい、これでね、しっかり下でもね、開け閉めできるようになったと思います。では、ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと、こんな感じでね、しっかり机が飛び出るはずです。では、もう一回押してみましょう。そうすると、はい、きちんとね、扉が開きましたね。はい。で、確認ができたら、このね、ボタンがついているブロックを壊していただいて、元のブロックに戻してあげましょう。はい。これでね、スライムジャンプ台関係も完成したので、こんな感じで装飾をね、続けていきます。はい。で、このボタンがね、何を示しているのか、パッと見だとね、わかりづらいので、このね、上にこのように額縁を設置します。これは普通の額縁でも OK です。
まあ、今回はね 1.17 が来たということでね、光る額縁を使っています。でこちら側にはこのように矢印を設置で、こちら側ねピストンが動くよっていうことで、こんな感じでねピストンを入れてあげています。はい、でそうしたら上側に上がっていきましょう。はい、でここはですね、まあなんかちょっとおしゃれな喫茶店というかカフェみたいな、そういう雰囲気をねちょっとイメージしているので、こんな感じでね天井もねつけてあげましょう。でね、これ Google 検索でいろいろ調べたら、まあなんかおしゃれなカフェはこういう感じでね天井から明かりがね垂れ下がっているということがね判明したので、まあランプをね垂れ下げておきます。こんな感じですね。まあなんか若干おしゃれ感ありますね。で横の席もねしっかり作ってあげましょう。はい、でね横の席もね、ピストンに揃えたいところなんですけど、これね揃えてしまうと、まあ、回路がね干渉してしまうので、仕方なくねこんな感じのフェンスとカーペットで机をね作ってあげてください。はい、でねこのサイドの机の上にもこんな感じでランプを灯してあげます。はい、こんな感じですね。こんな感じで装飾ができたでしょうか。でね装飾ができたら最後に動作確認をしていきます。こんな感じでアイテムを投げて、しっかりねこの机が開くか確認しておいてください。これでねもしうまく動かなかった場合は、装飾の際にね間違えてブロックを壊してしまったり、変なところにねブロックを置いてしまった可能性があるので、よく確認しておいてください。はい、というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。またコメント欄で作ってほしい回路のリクエストや質問など受け付けているので、ぜひコメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。